書道の基本。楷書と行書、ここにいくつか例があるので書いてみます。食偏、金偏、糸偏。楷書と行書、楷書と行書とこうなってますので、ちょっとこれを書いてみましょう。まず楷書、ちょっと細めに書いてみますね。ちょっと雰囲気変えてみましょう。これをちょっと短くして、これを大きく、でここを出しましたけど出さない。でこうなって、今度これを大きく下げて、組偶然なの50秒逃避いくと、こんな感じなんですよね。東洋中の旧石器類鮮明でいくと、これ揃うんですよね、長く。こうあります。これを行書で書くとどうなるかです。あんまり崩さないレベルだと、ここつなげる程度。で次へ向かうんで、ここで跳ね上げて、ここで折り返して止めての、で止める、これ払ってますかね。でさらにもっと草書に近い形で崩すと、ここも止めてしまうと、まあこの程度で払っても OK です。こうつなげる、でここもつなげる、手の点で今度は、これはもう草書の書き方に近いですよね。で組み、ですが、ここもつなげてしまうと、
さあもっと崩してみるとどうなるでしょう。まあ、総書で書くとこうなってしまいますが、ポイントとしてはここにね書いてある通りで、隣に作りが来るので出さないということなんですが、もっと色々やってみたいということで、ここに木片、のぎ片、糸片、ごん片とかあります。まず木片、会社で書けばこれ、業書でこの程度で、さらにここまでで、のぎ片、会社で書けば行書で書けばここで折り返す。で、草書になると書き順が変わり、これさらにもっとこれが一気にいくとここまで。そして一等辺は楷書で書けばこれですが、行書になるとさらにはもっとこれが草書になれば子供の子のようになります。で、ごん片、楷書でこれ、行書でこの程度、さらにはこの程度で、もっとで、これ最終的には縦一本になります。これは前後関係とかいろんなことで判断します。人弁、三髄、言弁、行人弁、全部縦一本になってしまいます。総称になりますね。というように作りを邪魔しないという形ですね。で、作りは辺が控えてくれたので、こう右へは大きく張れるんですよね。ただ隣に辺が来るので左へは大きく張らないということで、こう縦に揃うことが多いということですよね。まあ、そういうことを踏まえて、まあ、いろんなね辺とか作りをこう書くんですけれども、まず口辺、まあ、普通に書けばこの程度ですが、行書になるとここでこう跳ね上げるとか、こう点二つのように書くことがあります。三髄、応用順なんかはね、なんかこう長くしてみたりしますけれども、
大木市修辞商業所で出てくる二画目三画目をこうつなげるとか、これだけじゃないですよね。こういう形で分けてつなくっつけるというようなこともあります。大きく跳ね上げる、まあ、こういう形にすることもあります。で最終的にはもう縦一本とか、ここにポンと点を打ったりとか、いろんなことをします。で行人弁、左へ行き斜め下へ行きということなんですけども、これをこうつなげ、こうつなげる、例えば行の字とかね、草書になるともうさんずいのようになってしまいますね。そして山辺、例えば旬、草書になればこういう形、山の草書もそもそもこれですから。で示す辺、衣辺ですね。で楷書これですけれど、辺となった時にこれはあまり大きく出さない、衣辺がなればこうなりますが、行書になるとこれで祝うとか神とかにこうなっていくんですけれども、こういう形ですよね。点が一番右です。この位置に対して縦画が少し左に行く、そして獣辺左へ行ってこう下がって、で行書だとこう巻いてという形になりますね。であとよく出てくるのが古取り、これは使い道が多いので、まず楷書、まあ、こうありますけど、あえてここ今つけずに離しました。で立って太くして、でここ出す、ここ出すということをよくやるんですけども、こう来たらここがギリギリ来て、これより上がらないところで書いたら、この下へ余らすぐらいに引いて、あとはこれ均等にしての、で少しだけ出す、ここを斜めにすると応用上の形跡より攻めの字、こうすれば偶然なの格子病逃避で、ここ少し反らせるとか、ここをこういう向きにすれば、調整量の関東省領上というふうになってくるんですけれども、行書になるとどうなるか、でさらに書き順変えると、
よくこれを使います。で、草書になれば、もう生まれるような、これで、フルトリの草書です。まあ、ここに参考例としていろんな字が出ているので、ここにあるものを少し字の形を変えて書いてみましょう。あーですよね。で、ポンポンと来て、これで草書です。次、せ。竜。これは草書、これは行書ですが、点を省略した形で、こう切ってこうすれば草書。次もあくびやさん作りのようになってってしまいますね。何とやす、行書で書いてみましょう。異変の草書体です。神の剣。まあ、3つ並んだ時、式とか音の字とか、よくいろんなところで出てますよね。で、下にある
のざざっとこう書いてみましょうね。まず口、こう跳ね上げるのがこうなる。三髄もこれがもう一歩になる。で、皮片ももうこれで、さらにもうこのぐらいになってきますし、示す辺、衣辺はこれですが、もっといくともうこのまま跳ね上げてつながっていきます。で、魚辺も点はもう一本ですけれど、草書になればもうこれですよね。で、馬は最後に立て行って跳ね上げるのが行書ですが、草書になればもうこれだけ。で、皮片は普通にこう跳ね上げていますが、こう回すだけで、月は行書レベルではこれですけど、草書になればもうこれだけで、小里編はこうですが、もう最後にはこれだけで、立身弁はもうこれだけ、山もこれだけということで、で、3つ並んだ時の例えば式、で、ポイントなんですが、大きく下げる、開ける、例えば湖なんかでもそうなんですけれども、草書で書くとここ、まあ会社でもそうなんですが、右下へ下がるというと真ん中を少し持ち上げるね、真ん中を少し持ち上げる、真ん中をこう持ち上げて最後下ろす、本の字もそうですよね。こう切ったら最後こう下がる、上がる、こういう位置関係を知っておくといいかなということです。まあ、その他ね、例えば家の草書でいけば、から質でいけば、それから雨かむりで、雲、それから命、こう言っているのもここまでなりますし、行書レベルも草書に近いですけど、完全な草書になればもうこれだけ。花も行書で書けばこれだけですが、草書になればこのパターンとこのパターンと、まあ、他にもね、まあ、いろいろありますし、茶、落ちる、答え、それからこれを覚えておくといいんですが、これで等しいの草書になっちゃいます。で、紙も
長いを覚えておくと便利ですよね。この形の行書も草書になれば、これだけ、これで長いです。で、門構えで最後にはこれで完ですし、これで問う、それから叱る、もうでさらに行書ではこれも草書になればもうこれだけということですし、まあいろいろなね、点画の配置の説明こうありますし、こうさらせるとかこう並べるとかこう解説ありますけれども、またおいおい細かいところを話します。どこを筆入れるとか、どこ合わせるとか、どこを一番太くするとかね、っていうものをこういう例で、ね、示していこうと思っています。今回は以上です。